桜並木の下を歩くたくさんの人たち。2月1日に始まった河津桜祭りは、開花が遅れたため祭りの期間が5日間延長され、昨日最終日を迎えました。長い行列ができていたのは桜たい焼きの売り場。観光客は花見と露店での買い物を存分に楽しんでいました。どうですか、桜の方は。綺麗ね。去年よりはちょっとはね、お客さん増えてまして、外国の方、香港とか台湾の方が多かったです。はい、コロナの前に少しずつね、戻ってくれるといいなと思ってますけどね。はい、これまで3年間、新型コロナウイルスに翻弄されてきました。2020年は祭り期間の途中で、政府からイベント自粛要請が出され、露店は営業を取りやめました。おととし実行委員会は祭り自体の開催を中止しました。去年はまん延防止等重点措置の期間中の開催で、感染対策を万全にし実施されました。そして今年、観光バスは去年253台でしたが、今年はおよそ6倍の1500台ほど入りました。海外からの観光客も増えました。戻ってきたにぎわい。それでも新型コロナ前の日常とは違うようです。外せないですね。それどういったあれか。もうマスク慣れしてるっていうところもあるんですけど。屋外だったらちょこちょこ人少なかったら外していこうかなって思ってるんですけど、ちょっと花粉が落ち着くまでは。このまま継続します、マスクなしで近くでこうお話しされると、食べ物のたい焼きがあるので、ちょっと離れていただくとか。週末、富士宮市で行われたニジマスのイベント会場でも、食事の時以外、マスクをつけた人の姿が目立ちました。富士市で開かれた看護専門学校の卒業式でも、全員がマスクを着用し、式に臨んでいました。それぞれの立場や考えを尊重し、マスクをめぐる差別や圧力、トラブルをどう防いでいくか、つけるかどうか個人で判断するのは、1週間後に始まります。来週の月曜日からマスクの着用が個人の判断となるわけなんですが、来週から企業やお店の対応を聞いてきました。まずは JR 東海です。現在は乗客、従業員ともに着用となっています。13日からは検討中としています。次に大丸松坂屋です。現在はお客さんは着用のお願い、そして従業員は着用となっています。13日からはお客さんについては個人の判断、従業員については引き続き着用ということです。続いて映画館シネシティザートです。現在はお客従業員ともに着用です。13日からはお客さんは個人の判断、そして従業員は引き続き着用。静岡市立図書館も同様の判断ということですが、消毒の設置とパーティションは続け、感染状況によって利用者にマスク着用を求めることもあるとしています。はい、マスクが推奨される場面や場所も引き続きあります。例えば混雑する電車だったり、バスの中なんですけれども、あとは高齢者施設や医療機関だったりですが、そういったことを知りながら個人の判断というものをしっかり尊重して、やはり差別や圧力のないように皆が努めていかなければなりません。